バージニア州、コモンウェルス・オブ・バージニア州の愛称、古き領地オールド・ドミニオン州のモットー、先制者は常に、このように、ラテン語、シック・ゼンパー・ティレネス。バージニア州は、アメリカ合衆国東部、大西洋岸の南部に位置する州である、2010年国勢調査による人口は800万1024人だった。アメリカ合衆国50州の中で、陸地面積では、 第35位、人口では第12位である、バージニア州とも表記される、イギリスと独立戦争をした13州のうちの一つである、南北戦争では南部連邦側に属し、激戦地となった、州とはリッチモンド市、人口最大都市はバージニアビーチ市である、詳細はバージニア州の歴史を参照、ポカホンタス、バージニア初期家系の多くで先祖とされる、 インディアンの女性、後世には様々に脚色されて語り継がれたジェームズタウン2007年はジェームズタウン植民地設立、すなわちバージニアの始まりから400周年を祝った催しだった。この行事ではバージニアの歴史を形作る際に少なからぬ役割を果たしたインディアン、ヨーロッパ人、アフリカ人の貢献に焦点を当てた。これらの人々を巻き込む戦争も常に重要だった。 フレンチ・インディアン戦争、アメリカ独立戦争、南北戦争から冷戦、テロとの戦いまで、バージニアが舞台になってきた。歴史上の人物、例えば、ポカホンタスとジョン・スミス、ジョージ・ワシントンの子供時代などの話や、南北戦争前の奴隷社会における、プランテーション特権階級を取り巻く話も、州の歴史に神話を作り、州のイデオロギーに理論的解釈を与えている。 詳細は、バージニア植民地を参照バージニアとなった地域に、最初の人類が到着したのは、1万2000年以上、前と推計されている。5000年前までに、長期的な集落が現れ、西暦900年には、農耕が始まっていた。1500年までに、アルゴンキンゴ族が、海岸地域にウェローコモコのような町を設立し、セナコマカと呼んでいた。他にも西部には、 数語族の人々、北部と南部には、ノットウェイ族やメヘリン族など、色濃い語族の人々が住んでいた。1570年以後、アルゴンキン語族は、その交易網に対する他の部族からの脅威に対抗するために、ポーハタン州長のもとに統合された。ポーハタンは、小さな部族30以上、集落では150以上を支配下に置き、共通のバージニアア・アルゴンキン語を話していた。 1607年、海岸地域の人口は1万3000人から1万4000人になっていた。16世紀にスペインのイエズス会などヨーロッパ人遠征隊がいくつかチェサピーク湾を探検していた。1583年、イングランド女王エリザベス一世がスペイン領フロリダより北の地域に植民地を建設する権利をウォルター・ローリーに与えた。1584年、 ローリーは北アメリカの大西洋岸に遠征隊を派遣した。バージニアという名前はバージンクイーンにちなんでローリーあるいはエリザベス一世が提案した可能性があり、またインディアンの言葉でウィン・ウンドコあるいは名詞ウィンジャイナに関係づける説もある。当初この名前はサウスカロライナからメインまで、さらにバミューダ諸島を含む海岸地域全体を指して使われた。 この地域の土地に対する権利を認めた1606年検証により、その領主たちが合資会社としてロンドン会社を法人化した。この会社が新世界では初のイングランドによる高級的開拓地、ジェームズタウンに出資した、イングランドをジェームズ一世にちなむ、この開拓地は1607年5月にクリストファー・ニューポートが設立した。1619年、開拓者は、 ハウス・オブ・バージェシーズと呼ぶ選挙で選ぶ議員の議会を設立して地域の支配権を強めた。1624年にロンドン会社が破産するとイギリス王質量としてイギリス王の支配下に入った。ウィリアムズバーグ1699年から1780年までバージニア植民地の首都だった。植民地初期の生活は危険なものであり、1609年の 上の時や1622年のインディアンによる虐殺を含むアングロポー派団戦争などで多くの者が命を落とした。インディアンによる虐殺によって植民地人のインディアン全てに対する否定的な見方が生まれた。初期の開拓者6000人のうち1624年まで生き残ったのは3400人に過ぎなかった。しかしヨーロッパでタバコに対する需要があったことから さらに多くの開拓者とその重木が到着することになった。労働力不足を補うためにバージニアまで運んだ年期方向者のそれぞれについても開拓者に土地を与えた。アフリカ人労働者が初めて輸入されたのが1619年であり、重木のジョン・ケイサーに関する1654年の訴訟があった後、奴隷制度が法制化された。労働者階級と支配階級の間に、 緊張関係が生まれ、また地理的な差があったことから1676年のベーコンの反乱につながった。この時までに過去のものを含めて年期方向者人口は全体の80%になっていた。大半は植民地のフロンティアから起きた反乱はインディアンに対する怪獣的な政策にも反対した。植民地人は力と条約でインディアンの土地を取り上げていった。 1677年条約などは調印した部族を続国化するものだった。1699年にウィリアムズバーグが植民地首都となり、その前の1693年にはウィリアムメアリー大学が設立された。1747年、バージニア人陶器化集団がイギリス王室の後ろ盾を受けてオハイオ会社を設立し、アパラチア山脈より西にある。 オハイオ領土における開拓と交易を始めた。その地域をヌーベルフランスの一部として領有権主張していた。フランスはこの動きを脅威と捉え、その後に起きたフレンチ・インディアン戦争はヨーロッパにおける7年戦争のアメリカ大陸版となった。バージニア連隊と呼ばれたイギリス領植民地の民兵隊を率いていたのが当時中佐だったジョージ・ワシントンだった。パトリック・ヘンリー。 植民地議会で飲酒法に反対するバージニア決議の提案演説を行っている。1851年に描かれた油絵フレンチ・インディアン戦争の後でイギリスの議会が植民地に新税を課したことが植民地では極めて不人気だった。バージニア植民地議会では代表権のない課税に反対する声が上がり、数多い論客の中でもパトリック・ヘンリーやリチャード・ヘンリー・リーが 反対論を指導した。バージニアは他の植民地と共に1773年にその行動を強調させる動きを始め、翌1774年の大陸会議に大議員を派遣した。1774年に植民地総督が植民地議会を解散させた後、革命派指導者たちはバージニア会議を通じて支配を継続した。1776年5月15日。 この会議はイギリス帝国からの独立を宣言し、ジョージ・メイソンが起草したバージニア権利商店を採択し、これが新憲法に含まれることになった。トーマス・ジェファーソンはメイソンの宣言を受けて、全植民地のアメリカ独立宣言を起草した。1775年にアメリカ独立戦争が始まると、ジョージ・ワシントンが大陸軍の指揮官に選出された。戦中に、 海岸にあるウィリアムズバーグの位置がイギリス軍による攻撃を受けやすいことを恐れたジェファーソンの震源で首都がリッチモンドに移された。1781年大陸軍とフランス陸海軍の共同作戦でイギリス軍をバージニア半島に閉じ込めたヨークタウンの包囲戦ではジョージ・ワシントンとフランス軍ロシャンボー白尺の軍隊がイギリス軍 チャールズ・コーンウォリス将軍の軍隊を破った。1781年10月19日にコーンウォリスが降伏したことでパリ和平会議につながり植民地の独立を確かなものにした。アメリカ合衆国憲法の起草でもバージニア人が中心になった。1787年にジェームズ・マディソンがバージニアプランを起草し、1780年には権利商店を書いた。 バージニアは1788年6月25日にアメリカ合衆国憲法を批准し合衆国10番目の州になった。当時奴隷人口が多かったバージニア州は憲法に盛り込まれた5分の3だ強案によりアメリカ合衆国会員でも最大の議員団を誇ったバージニア州出身のアメリカ合衆国大統領が続いたことでバージニア朝とも呼ばれ国内で その重要性を維持した。1790年、バージニア州とメリーランド州が連邦政府に土地を譲として新しい連邦の首都コロンビア地区を形成した。ただし、バージニア州が譲った土地は1846年に返還された。バージニア州は州の母とも呼ばれる。1792年にバージニア州から分かれたケンタッキーが州に昇格するなど、 いくつかの州が生まれ、また、バージニア州生まれの多くのものが、西部の開拓者となったからである。詳細は、南北戦争を参照フレデリックスバーグのメアリーズハイツ前で休息する北軍病。1863年5月、奴隷労働力は、農業の他にも、工業や造船業などで利用が高まっていった。1831年のナットターナーによる奴隷反乱や、 1859年のジョン・ブラウンによるハーパーズ・フェリー襲撃は奴隷制度とプランテーション経済におけるその役割について深い社会的不満があることを示した。1860年時点でバージニア州人口のおよそ31%約50万人が奴隷だった。奴隷制度に関する考え方の違いが南北戦争開戦につながったサムター要塞の戦いと エイブラハムリンカーンによる徴兵要求に続く1861年4月17日、バージニア州はアメリカ合衆国からの脱退を表決した。4月24日にはアメリカ連合国に加盟し、リッチモンドがその首都に選ばれた。1863年に行われたホイーリング会議の後、州北西部の48軍がアメリカ合衆国に止まる道を選択し、 バージニア州から分離して、ウェストバージニア州を結成した。バージニア州出身のロバート・イーリーが八百六十二年に北バージニア軍の指揮官となり、北軍領土に侵略し、最後は全南軍の総司令官となった。この戦中に、第一次と第二次のプルランの戦い、七日間の戦い、チャンセラーズビルの戦い、さらに終戦につながったアポマトックスコートハウスの戦いなどが、 バージニア州で戦われ、戦闘の数は他のどの州よりも多かった。1865年のオリッチモンド市陥楽の後、首都は短期間ダンビルに移された。1870年、国委員会の働きにより、バージニア州はアメリカ合衆国に復帰した。戦後のレコンストラクション時代、バージニア州は無料公共教育と賛成権、公民権、 選挙権の保障を盛り込んだ憲法を採択した。ポピュリストの再返答が包括的な党派連合を進めていたが、1883年から保守的な白人民主党が政権を握った。民主党は人種差別の事務苦労法を通し、1902年にはバージニア憲法を書き直して人頭税など投票権を制限する手段を入れ、実質的に アフリカ系アメリカ人の大半と多くの貧乏白人から投票権を取り上げた。アフリカ系アメリカ人は政治の世界における代表がいないために学校は人種分離され予算もつかず社会サービスも行き届かなかったがアフリカ系アメリカ人戦艦アセスバージニアドレトノート全級戦艦と第一次世界大戦期の多くの軍艦は ニューポートニューズで建造された経済の発展がバージニア州を大きく変化させた。1880年、ジェームズ・アルバート・ボンサックが紙巻きタバコ製造機械を発明し、リッチモンド周辺で新しい大量生産の時代に入った。1886年、鉄道界の大立社コリスポッター・ハンティントンがニューポートニューズに造船所を設立し、第一次世界大戦を挟み、 1907年から1923年の間にアメリカ海軍向けに6隻の戦艦を建造した。この戦中には U-151 などドイツの潜水艦が郊外の艦船を攻撃している。1926年、ウィリアムズバーグのバートン教区協会牧師 WAR グッドウィン博士がジョン・ロック・フェラーから資金提供を受けて、ウィリアムズバーグ歴史地区にある 植民地時代の建造物修復を始めた。このプロジェクトは、州内の他のプロジェクトと同様に、世界恐慌や、第二次世界大戦の荒波と戦わねばならなかったが、コロニアルウィリアムズバーグが大きな観光地となるまで、工事は続けられた。1951年のファームビルで、デイビス対プリンスエドワード軍教育委員会事件、訴訟につながった学校の人種分離に対し、 バーバラ・ローズ・ジョンズによって抗議運動が始められた。この訴訟は、リッチモンド生まれのスポッツウッド、ウィリアム・ロビンソンとオリバー・ヒルが起こし、1954年のブラウン対教育委員会裁判とともに、分離すれども平等という人種分離原則を排斥した。しかし、1958年、影響力ある人種分離主義者のアメリカ合衆国上院議員。 ハリー・カイバードとソノバード機構が指導する大量抵抗政策の下でバージニア州は州の資金を受ける地方学校の人種統合を禁止した。1960年代に入ると公民権運動には多くの者が参加した。それは道徳的な力を得て1964年の公民権法と1965年の選挙権法という全国的な法制化に対する支持を つかんだ。1964年、アメリカ合衆国最高裁判所は、プリンスエドワード軍などに、学校の人種統合を命じた。1967年、ラビング対バージニア州裁判判決で、バージニア州が人種間結婚を禁じていたことも撤回させた。1969年から1971年、ミルズ・ゴットウィン州知事の下の州議会が、州憲法を書き換え、 事務苦労法の撤廃などの目的が果たされた。1989年、ダグラス・ワイルダーがアフリカ系アメリカ人として国内初の州知事に選出された。冷戦時代を中心にワシントン DC に近い北部バージニアでは国防関係に従事する職員が増加し、それに関わる人口も増加した。情報機関である中央情報局はラングレーに置かれた。 第二次世界大戦中ではあるが、アメリカの国防中枢である、戦争省及び海軍省の本部として、ペンタゴンが建設されている。これは2001年アメリカ同時多発テロ事件の標的となり、旅客機が突入して189人の命が失われた。還元項目、バージニア州の軍一覧、W、リスト・オブ・バージニア、面積では国内50州の35番目である。バージニア州は、 北部で、ウェストバージニア州、メリーランド州、ワシントン DC に、南部で、ノースカロライナ州とテネシー州に、西部で、ケンタッキー州とウェストバージニア州に接している。また、東部は、チェサピーク湾と大西洋に面している。メリーランド州、ワシントン DC と作る境界は、ポトマック川南岸の低水線まで伸びている。南側州教は、北緯36度30分線と、 定義されているが、測量の誤りにより3分ほどずれている。バージニア州には、シェナンドー国立公園、グレートフォールズ公園、アパラチアントレールなど、国立公園局が管理する30の公園がある。シェナンドー国立公園は1935年に指定され、景観の良いスカイラインドライブが伸びている。公園面積78,579エーカーの約40%が、 全国原生林保存体系に指定される原生林である。国立公園局が管理するすべての一覧は、リスト・オブ・アリアス・イン・ザ・ナショナル・パーク・システム・オブ・ザ・ユナイテッド・ステイツ・イン・バージニアである。さらに、バージニア州保存レクリエーション省と森林省が管理する34の州立公園と17の州有林がある。チェサ・ピーク湾は国立公園ではないが、州法と、 連邦法で保護され、ワンと水域を再生する、チェサピークワンプログラムを共同で実行している。グレート・ディズマル・シッチ国立野生生物保護区は、ノースカロライナ州まで広がり、また、バックワン国立野生生物保護区は、アウターバンクスの始まりとなっている、バージニア州立公園、リスト・オブ・バージニア・ステート・パークス。バージニア州は5つの地理的地域に区分される。 チェサピーク湾によって西側のバージニア州本土と東岸の二軍がある半島部に分けられている。この湾は四神夜に小惑星が衝突したことによって形成されたチェサピーク湾クレーターによって作られた。ポトマック川、ラッパハノック川、ヨーク川、ジェームズ川など多くの河川がチェサピーク湾に流れ込み湾に向かって三つの大きな半島を形成している。地形と地質によりバージニア州は 東から西に5つの地理的地域に区分される。すなわち、海岸部、ピードモント大地、ブルーリジ山脈、リッチバレー地域、カンバーランド高原である。海岸部は、大西洋岸と滝線の間の海岸平原である。チェサピーク湾の東岸と主要入り江を含んでいる。ピードモント大地は、中西代に形成された山脈の大石岩と、ナなり岩からなる、東丘陵部である。 この地域はサウスウェスト山地など粘土層が多いことで知られる。ブルーリジ山脈はアパラチア山脈のつらなりの一つであり、標高も729フィートのロジャース山が中内最高地点である。リジアンドバレー地域がこの山脈の西にあり、グレートアパラチアンバレーが含まれる。この地域は炭酸塩岩が基盤でありマサヌッテン山がある。カンバーランド高原とカンバーランド山地が 中南西隅にあり、アルゲーニー大地の下にある。この地域では、川が北西に流れ、オハイオ川まで樹木が枝を張るような水路体系を作っている。ブルイリッチ山脈、落葉樹と上緑樹が特徴ある色模様を作っている。州内の炭酸塩岩が4000以上の洞窟となり、そのうち10カ所が観光用に公開されている。バージニア地震隊は定期的に活動した記録がない。 北アメリカプレートの端部から離れているためにマグニチュード4.5を超える地震は稀である。これまで最大の地震は1897年ブラックスバーグ近くで発生した推計マグニチュード5.9のものである。2011年8月23日ミネラルの近くでマグニチュード5.8の地震が発生した。この地震はカナダのトロントでも振動が観測されたとのことである。 中心夜の盆地に近い3つの340の交渉で石炭の採掘が行われている。その他年番岩、卵昇石、砂、砂利が採掘され、その売り上げは年間20億米ドル近くになっている。詳細は W ・クライメートオブバージニアを参照バージニア州の気候は南部と東部に行くとより暖かく湿度が高くなる傾向にある。1月の平均最高気温は カシ26度、7月の平均最高気温はカシ86度と変化している。東部と南東部海岸地域には大西洋が強い影響を与えている。メキシコ湾流の影響を受けて、海岸部にはハリケーンが襲来することがあり、特にチェサピーク湾口は顕著である。雷雨は年間平均で35日から45日発生しており、特に西部で多い。 年間平均降水量は42.7インチである。冬季に山岳部に達する冷気団がかなりの量の雪を降らせることがあり、1996年の吹雪や2009年から2010年にかけての暴風雪が発生した。これらの要素とバージニア竜巻の年間平均発生数は7個であり、大半は藤田スケールで深に以下である。近年、 ワシントン DC 南側の郊外部が北バージニアに伸びてきて人口密度の高い地域に太陽の放射熱を多く吸収するようになり都市ヒートアイランド現象が増えてきたアメリカ肺学会の2011年報告書では州内11の軍が大気質の基準に劣り特にフェアファックス軍は自動車のハイガス汚染により最悪であるとしていた山岳部の演武は 石炭火力発電所が一部原因になっている。収量域の65%を森林が覆っており、その多くは落葉性紅葉樹である。標高が低くなると、アメリカツガやコケなど湿度を好む、小さいが密生した群落が現れ、ブルーリッ子山脈にはヒッコリーや多くが自生している。しかし1990年代初期からマイマイガの発生で、多くが多い森が影響を受けている。 低地海岸部では、黄色松が支配的であり、グレートディズマル湿地や、ノットウェイ湿地では、沼杉の森がある。その他よく見られる樹種や植物としては、栗、カエデ、ユリノキ、アメリカシャクナゲ、トウワタ、デイジー、他種のシダがある。大西洋岸や西部山岳地には、広い原生林があり、遠霊層の大群落が見られる。大西洋岸には、南大西洋に多い松林や、 南東海岸平原にある海洋性植物が見られ、海洋性植物は特に周南東部に多い。オジロジカ、バージニアシカとも呼ばれる。シエ南道国立公園、タナーリッチムレホニウールイとしては、オジロジカ、クロクマ、ビーバー、ボブキャット、コヨーデ、アライグマ、スカンク、ウッドチャック、キタオポッサム、ハイロギツネ、アカギツネ、東アタオウサギがいる。鳥類には、症状交換調。 アメリカフクロウ、カロライナアメリカ語柄、赤尾のスリ、ミサゴ、褐色ペリカン、ウズラ、カモメ、白桃ワシ、野生七面鳥がいる。1990年代半ばに、シェナンド国立公園で、ハヤブサが再導入された。淡水魚では、ウォールアイ、カワマス、ロアノークバス、ブルーナマズなど210種が知られている。そこに、岩の多い小川には、 数多いザリガニやサンショウウオが住んでいる。チェサピーク湾には、ブルークラブ、ハマグリ、カキ、シマスズキなど多くの種が見られる。アメリカ合衆国国勢調査局による2012年7月1日時点のバージニア州の推計人口は818万5000、2000年国勢調査時点からは、州内への移住者が31万4832人、増えている。 その内訳として国外からの移民は159,627人、国内からの移住者が155,205人増えた。バージニア州の人口重心はリッチモンド市郊外のグーチランド郡となっている。バージニア州の公式言語として1981年と1996年の二度州法に英語が規定された。ただし、バージニア憲法では規定されていない。 英語は6245,517万 5, 5人、囚人口の86.7%が話しているに、過ぎず、大変よく話す人570、638人、7.9%を、加えて94.6%となる。他の言語ではスペイン語が424,381万 4, 人、5.9%となっている。アジア、太平洋地域の言語は、 全体で226,911人、3.2%であり、朝鮮語、ベトナム語、フィリピン語が多い。2006年現在、バージニア州の94万899人はアメリカ合衆国外で生まれ、9万9,104人は他の州で生まれた。人種的構成では、ヒヒスパニック白人が最も多いが、 1990年の76%から2011年の64.5%まで減少してきた。2011年の出生数における比率では50.9%しかなかった。植民地時代に州内全域にイングランド系の人々が入植し、その後もイギリスの他地域やアイルランドからの移民があった。国勢調査でアメリカ人と申告したものの多くは、 イングランド系の子孫だが、北アメリカに来てから数世代を経ているために、単純にアメリカ人と回答することを選んだ。1600年代にバージニアに来たイングランド系移民の75%は、年期暴行として来ていた。州西部の山岳地には独立戦争の前に、スコットランド・アイルランド系移民が設立した多くの開拓地があった。 北西部山岳地とシェナンドーバレーには少なからぬドイツ系の子孫がおり2010年のアメリカンコミュニティサーベイでは11.7%と最も多い回答だったバージニア州で白人の次に多い少数人種はアフリカ系アメリカ人であり2011年時点で19.8%だった大半のアフリカ系アメリカ人はタバコ、綿花 朝のプランテーションで働いた奴隷の子孫である。これらの祖先は主にアンゴラやバイトオブビアフラなどアフリカ西中部から連れてこられた。現在のナイジェリア南部にいるイグボ族がバージニア州の奴隷では最大の民族集団だった。アフリカ系アメリカ人の大移動時代に人口を減らしたが、1965年からは南部に戻って来ている人々がいる。 バージニア人の2.9%は二人種根血と申告している。また0.5%はインディアン、またはアラスカ先住民の子孫。0.1%はハワイなど太平洋諸島系としている。バージニア州はインディアンの八部族を認定しているが、連邦政府はどれも認定していない。インディアンの大半は海岸部に住んでいる。 20世紀終盤から21世紀初期の移民によって、ヒスパニック系やアジア人の新しい社会が増えてきた。2011年時点で、州人口の8.2%はヒスパニック系あるいはラテン系であり、5.8%がアジア系である。ヒスパニック系人口は2000年から2010年の間に92%増加し、その3分の2は北バージニアに住んでいる。 ヒスパニック系州民は一般の州民に比べて世帯あたり収入の中央値と学歴が高い傾向にある。北バージニアにはベトナム戦争後に大きな移民の波となったベトナム系の人々が多い。また、朝鮮系アメリカ人は近年増加しており、質の高い教育体系を求めてきている。フィリピン系アメリカ人はハンプトンローズ地域に4万5千人が住み、その多くは アメリカ海軍など軍隊関係と結びついているバージニア州の人口の6.5%は5歳以下24.6%が18歳以下と報告され11.2%が65歳以上である女性は人口のおよそ51%であるバージニア州の住民の近年アメリカの政局に影響を与えている福音派の発祥地である バージニア州民の信仰する宗教は圧倒的にプロテスタントである。バプテストが2008年時点で人口の27%と最大開派である。バージニア州におけるバプテストには約1400の会員協会がある。バプテストジェネラルアソシエーションオブバージニアがあり、南部バプテスト連盟と近代のコーペラティブバプテスト、フェローシップの双方を支持している500以上の会員協会がある。 サザンバプティスト・コンサーバティブズ・オブ・バージニアは南部バプティスト連盟を支持している。ローマ・カトリック教が2番目に、神徒の多い会派であり、1990年代に最も会員を増やした。カトリック教会アーリントン教区には北バージニアの大半のカトリック教会を含み、リッチモンド教区には、州内の残りの教会が含まれている。アレキサンドリアのクライスト・チャーチ、ジョージ・ワシントンや、 ロバート・イーリーがたびたび訪れたバージニアカンファレンスはユナイテッド・メソジスト協会とバージニア会議が毎年開催する地域会議体でありルーテル協会の信徒に対する責任がある長老派協会、ペンテコスタル、改修派協会、エピスコパル協会は2001年時点でそれぞれ1内市3%の人口比率だったエピスコパル協会バージニア教区、南部バージニア教区 南西部バージニア教区は様々なエピスコパル教会を支持している。2006年11月15の保守的エピスコパル教会がバージニア教区を分割することを投票で決めた。これは芸であることを公開した司祭や他のエピスコパル教会教区の牧師に関する問題の整理の意味があった。これらの教会はアメリカ合衆国外の団体を通じてアングリカン。 コミュニオンに属していることを主張し続けている。バージニア州法では、教区民がその教会の所属先を決めることを認めているが、教区は分離した教会の資産について、権利主張している。その結果起きた資産に関する訴訟は、全国的なエピスコパル教会にとって、試練となった。その他の宗教では、末日聖徒、イエス・キリスト教会が、2010年時点で、州内に、 人口の1%、190の信徒団を抱えている。フェアファックスステーションには、浄土神州の蛍光寺仏教寺院があり、またヒンドゥー教のドゥルガー寺院もある。州内のユダヤ人人口は少数だが、1789年には、コングリゲーションベスワハバというユダヤ教の組織を作っていた。イスラム教は移民の数が増えるにつれて、州内の信徒数を増やしている。 州内の巨大教会には、トマス・ロード・バプテスト教会、イマヌエル・バイブル教会、マクリーン・バイブル教会がある、リージェント大学、リバティ大学、リンチバーグ・カレッジなど、キリスト教系の大学もある、バージニア州周辺のかつてのインディアン部族の勢力図チェロキー族、マナホアク族、メヘリン族、モナカン族、ナヒッサン族、ノットウェイ族、オッカネーチ族、ポーハタン族、 サポーニ族、シャコリ族、小ニー族、ステロ族などのインディアン部族が、ウィグワムの集落を築き、狩猟採集生活を営んだ。現在、この州のインディアン部族は、州はインディアン部族として認めているが、アメリカ連邦政府は認めていない部族ばかりで占められている。他の部族は、絶滅部族として、部族としては存在しないことになっており、多数の部族が引き続き、 アメリカ連邦の公式承認を要求している。2009年10月22日、バージニア州のチッカホミニー族、東部チッカホミニー族、北マッタポニー族、ラッパハンノック族、モナカン族、ランセモンド族のインディアン6部族に対し、アメリカ連邦政府の上院インディアン事務委員会は、連邦公認のための手続きに入った。公認申請書はすでに会員を通過し、 連邦信託による彼らの保留地再獲得などに8億ドルの連邦予算が見込まれている。一方で今回の手続きにはインディアンカジノの開設権は認められておらず他州のすでに連邦公認されたインディアン部族の間でその影響が懸念されている。バージニア州の人種保全法下では 1924年から1967年まで白人の先祖を持たない彼ら連邦公認を解消された絶滅部族は出生証明書に色付きと記載されていた。バージニア州が1705年に制定したインディアンの血統を分類規定するインディアン血統法は現在に至るまでインディアン社会を分断し続けている。18世紀インディアン社会への白人入植と 黒人奴隷の増加は、同州で、インディアンと、白、黒人との根血を増加させた。純血の白人のみが法的優位を所有できる、同州の人種差別規定では、何より、地の濃さが重要であり、それはインディアンにも当てはめられた。この決闘法は、インディアンは、半分多人種の地が混じれば、もうインディアンではないと規定したものである。以後、この、一。 に基準は全米の州に取り入れられていき、インディアンと黒人の根血が多くの州で増加するにつれ、多くのインディアンが血統証明書から除外され、人口を減らしていくという民族浄化の効果を生み続けた。この法は1934年のインディアン再編成法の規定にも悪影響を与え、以後のインディアンが部族として連邦公認を受けるための血統証明を難しくした。 インディアン佐藤や制度で里子に出されたインディアンも、連邦からはインディアンとして認定されず、また多くのインディアンたちが、申請名簿を作るために、黒人配偶者と離婚しなければならなかったのである。現在のインディアンの血統証明で重要とされる、根結基準度は、1、4である。バージニア州には、インディアン部族の運営する、インディアンカジノは一件もない。 上記の6部族が連邦に認知され復活する予定であるがその申請条件はカジノ運営を禁止する内容となっている今後もインディアン部族が同州でカジノを開設する可能性は低そうである詳細は W ポリティカルサブディビジアンスオブバージニアを参照バージニア州は95の軍と38の独立市に分割されており独立市が 軍総統とみなされるようになってからは、軍も、独立市も、同じ方法で運営されている。このように独立市と軍を同等に扱うのは、バージニア州のみであり、独立市は、バージニア州以外では三都市があるのみである。バージニア州では、理論の規則と呼ばれるものの下で、バージニア州議会が、独立市と軍の立法をした法を撤回させる権限を持っている。独立市以外に、 独自の政府が運営する町もあるが、それぞれの軍に属している。さらに軍内には未編入の町も多数ある。村や軍区のような区分はない。バージニア州の独立市は以下の通りである。軍から独立していない町として認められたいくつかの他の自治体は以下の通りである。州内にはアメリカ合衆国大都市統計地域が11ある。その中で 北バージニア、ハンプトンローズ、リッチモンド・ピーターズバーグ大都市圏の人口が多い。リッチモンド市は州都であり、都市圏人口は120万人を超えている。2010年時点でバージニアビーチ市が人口最大の都市であり、ノーフォーク市とチェサピーク市が続いている。ノーフォーク市はハンプトンローズ地域の中核都市であり、都市圏人口は160万人を超え、 世界最大の海軍基地である、ノーフォーク海軍基地がある。地域にグレートディズマル湿地を含むサフォーク市が、地域面積429.1平方マイルと、最大である。フェアファックス軍は、人口100万人以上を抱え、州内最大であるが、これには、軍庁所在地かつ、独立市のフェアファックス市を含んでいない。フェアファックス市には、タイソンズコーナーに、 大きな企業と商業の集積があり、州内でも最大のオフィス市場である。これに隣接するラウドン軍とリーズバーグ氏は2010年時点で、州内でも人口成長速度が最も高く、世帯あたり収入の中央値も114,204ベードルと、州内最多である。ワシントン DC からポトマック川を越えたところに位置するアーリントン軍は、 アーリントン氏と一体化されているが、軍のままであり、うちには町さえも存在しない。陸地面積では国内最小の軍である。ロアノーク氏都市圏は推計人口30万399人であり、州西部では最大の都市圏である。詳細は W ・ガバメント・オブ・バージニアを参照バージニア州会議事堂、トーマス・ジェファーソン設計1785年に、 パトリック・ヘンリー州知事が使用開始、バージニア州議会を収めるバージニア植民地時代、自由人がハウス・オブ・バージェシーズと呼ぶ会員の議員を選んでいた。知事委員会と会員で植民地議会を構成していた。バージニア植民地議会は1619年に設立され、西半球では現在まで続く最古の議会となっている。プー研究所による格付けでは、その効率性、 有効性及びインフラを評価して、A とされている。この格付けは他の2州とともに国内最高であり、バージニア州としては2回目だった。1971年からは7代目のバージニア憲法のもとに州政府が機能しており、強い議会と統一された司法体系が規定されている。連邦政府の体系と同様、 州政府は三権が分立している。立法府、行政府、及び司法府である。行政府は議員数100人の下院と同40人の上院の両院制である。議会が判事と司法官を選ぶなど、行政府より強くなっている。州知事と副知事は4年ごとにそれぞれの選挙で選出されている。現職知事は再選を求められないが、副知事と県事総長は 再選を求められる。知事は連続した任期でなければ再出馬できる。司法体系も国内最古のものであり、最高裁判所と控訴裁判所から巡回裁判所、一般司法第一審裁判所、さらにバージニア州法典は議会が定めた法の修正である。バージニア州警察が最大の警察組織である。バージニア州と警察は国内最古の警察署である。 バージニア州軍は7500名の州陸軍、1200名の州空軍で構成されている。1982年に死刑制度が復活して以来107人が処刑されており、この数字は国内第2位である。犯罪率の合計は28%であり、国内平均よりは低い。1995年に囚人の保釈を止めてからは、 再犯率は28.3%まで低下し、国内最低のレベルにある。詳細は W.Politics of Virginia を参照20世紀を通じて、バージニア州は、田園部の政治的に保守的な南部州から、都会化され、多元的で政治では中道な環境に変わってきた。1970年代までは、バード機構が支配する、人種分離された一党支配の州だった。州内にあった、 奴隷制度の遺産により、1960年代半ばに公民権法が成立するまで実質的にアフリカ系アメリカ人の選挙権を剥奪していた。選挙権の付与とヒスパニック系など移民の増加により少数民族の投票動向が重要性を増してきた。一方で、 白人労働者階級と申告する有権者の割合は2008年から2012年の間に3%減少したリージョナルディフレンススプレーーラージパートインバージニアポリティックス。田園の残る州南部と西部はその南部戦略への対応で、民主党の支持は南西部の労働組合の強い地域、シャーロッツビルやブラックスバーグのような学園都市、 南東部のブラックベルト地帯でも続いている。リッチモンドの集会で演説するジムウェッブ、広報は元知事のマーク・ウォーナー、ティム・ケイン、ダグラス・ワイルダー、バラク・オーバメ大統領、他バージニア州の政党の強さも流動的である。2007年に行われた衆議会選挙で民主党は上院の支配を取り戻し、下院でも多数派共和党との差を8議席まで縮めた。 2009年の選挙では共和党のボブ・マクドネルが17ポイント差で州知事に当選し、副知事と県事総長も当選したほか、会員では6議席を増やした。2011年の選挙では共和党が会員の3分の2以上の議席を確保し、上院はビルボーリング副知事をタイブレーカーとして多数派を取り戻した。衆議会選挙の季節は伝統的に ウェイクフィールドのシャドープランキングで始まる。連邦レベルの選挙では2006年から両党が競り合っている。共和党のアメリカ合衆国上院議員、ジョージアレンは2006年の選挙で民主党新人のジム・ウェップに対して接戦を落とし、2012年の選挙では元州知事のティム・ケインがウェップに接続した。2008年の上院議員選挙では民主党が2議席とも獲得し、 元州知事のマーク・ウォーナーが引退する共和党のジョン・ウォーナーの代わりに選ばれた。バージニア州は大統領選挙人の数で13人であり、2008年と2012年の大統領選挙ではバラック・オバマが制したが、その前の10回の選挙は共和党候補者が制していた。2010年の中間選挙では共和党がアメリカ合衆国会員の3議席を民主党から奪った。 バージニア州選出の下院議員は11人であり、このうち8人が共和党、3人が民主党となった。今後の大統領選挙でも、接戦州となることが見込まれている。詳細は、W. エコノミー・オブバ、w ・バージニアを参照、W. バージニア・ローケーション・スバイパー・キャピタ・インカムも、参照アメリカ合衆国国防総省、アーリントンのペンタグ民間労働者は410万人おり、 その3分の1はサービス業である。失業率は2013年3月時点で5.3%と国内最低レベルである。2011年時点でリーズバーグは就職機会成長率が国内第2位の町である。2010年アメリカ合衆国商務省経済分析局の報告によるとバージニア州の修正参考は4百四十億米ドルだった。 2007年の収入中央地では国内100の裕福な軍の上位にある。2011年時点で北バージニア都市圏が州内でも収入の高い地域であり、国内で20の収入の高い軍の6軍を占め、さらにそのうちの3軍は最高レベルにある。CNN の雑誌マネーによれば2011年時点で国内の最も収入の高い町はバージニア州のグレートフォールズである。 バージニア州は技術労働者の集中度では50州の中で最大であり、その数ではカリフォルニア州、テキサス州、ニューヨーク州に次いで第4位である。2006年にはコンピュータチップの輸出額が州内最大となり、それまで多かった石炭とタバコの輸出額を組み合わせたものを超えた。北バージニアはかつて楽製品の産地と考えられたが、 現在は特にガレス技術回廊でソフトウェア、通信技術、防衛産業に変わっている。北バージニアのデータセンターは国内インターネット通信の50%以上を扱っており、ドミニオンパワーは2012年までに北バージニアで消費される電力の10%がデータセンターによると推測している。バージニアポカホンタス石炭会社炭鉱で働く、交付、1974年。 石炭は当州伝統産業の一つ、主だった動きとして、1920年来のマッセイエナジーが2011年にアルファ、ナチュラルリソースに買収された。バージニア州の会社が2011年前半で受けた、ベンチャーキャピタルの総額は、カリフォルニア州、マサチューセッツ州、ニューヨーク州に次いで第4位だった。2009年の雑誌、ホーブスでバージニア州を、 事業のための最良の州に4年連続で挙げた。一方、CNBC は2007年、2009年、2011年に事業のための最良の州にバージニア州を挙げた。フォーチュン500にはバージニア州の会社が20社入っており、その数は50州の中で第8位である。バージニア州は1人当たり防衛費の消費額が50、州の中で最大であり、 約90万人の食を提供し、国内で使われる防衛費の10%がバージニア州で使われている。州内には80万人の退役兵がおり、国内最大であり、ま、北バージニアでは多くの州民が連邦政府の機関で働いており、その中には中央情報局や国防総省、アメリカ国立科学財団、アメリカ地質調査所、米国特許商標庁が含まれている。 他にも防衛関係や安全保障関係で政府との契約がある会社で働いているものが多く、その契約数は1万5000以上になっている。ハンプトンローズ地域には世界でも最大級に軍事基地と施設が集積されている。その中でも最大のものはノーフォーク海軍基地である。バージニアビーチ市の経済では海洋観光が重要な業種になっている。 バージニア州の土地の32%を農地が占めている。2012年時点で約35万7千人が農業に従事しており、4万7千以上ある農園の平均面積は171エーカー、農地総面積は810万エーカーとなっている。1960年にはこの2倍の農園があり、それ以来かなり減退してきたものの、それでも州内では、 最大の単一産業である。2006年に監禁作物としての王座をトマトが大豆と入れ替わった。他にもピーナッツや干し草の生産高が高い。タバコは現在では主要作物ではないが、それでも国内第5位の生産高である。チェサピーク湾の経済ではイースタンオイスターが重要な部分を占めているが、病気、水質汚染、過剰採取の影響で、 個体数が減少し、収穫量が減っている。ノーザンネックとブルーリ地産脈沿いのぶどう園と、ワイン醸造が収入を生み、観光客を呼び寄せ始めた。バージニア州の所得税は3.0%から5.75%までの、累進課税方式を採用している。消費税と使用税は4%だが、食品には1.5%である。これに、地方課税分1%が達され、 消費税は5%、食品は2.5%となる。資産税は地方政府のレベルで設定、徴収され、その率は州内で様々である。不動産は市場価値の100%に対して地方レベルで課税されている。無形個人資産も地方レベルで課税され、原コストに対する比率で決められている。バージニア州に 本拠地のある企業には以下のようなものがある。詳細は w カルチャー・オブ・バージニアを参照バージニア植民地の文化、言語、スタイルの再現。ウィリアムズバーグバージニア州の文化は、ジョージ・ワシントン、トーマス・ジェファーソン、ロバート・ E. リーなどの人物によって、アメリカと南部に普遍化され広まった。彼らの家屋は、アメリカと南部の誕生地を代表している。現代のバージニア州文化には、 多くの根源があり、アメリカ南部文化の一部になっている。スミソニアン博物館は、バージニア州を9つの文化地域に分類している。ピードモント大地は、南部アメリカ英語方言に与えた強い影響力で有名である。都会ではより均質化されたアメリカ英語もあるが、海岸部アクセント、オールドバージニアアクセント、タンジール島のアナクロ的、エリザベス朝英語など様々なアクセントが使われている。 料理の分野でも一般的な南部料理とは別に特別な伝統を維持している。州内の多くの場所でバージニアワインが作られている。時にはバージニアハムと呼ばれるスミスフィールドハムは州方で保護される一種のカントリーハムでありスミスフィールドの町でのみ作られている。バージニア家具と建築はアメリカコロニアル建築に特徴的なものである。トーマス・ジェファーソンなど 初期の指導者は新古典様式を好み、重要な州の建物に、それを用いさせた。州の一部では、ペンシルベニアダッチとそのスタイルを見ることができる。バージニア州の文学は、州の後半で時には、問題のあった過去を扱うことが多い。ピューリッツァー賞を受賞した作家エレン・グラスゴは、社会的な不平等と文化における女性の役割を題材にしている。グラスゴの同輩であり、 親友でもある、ジェームズ・ブランチ・キャベルは、レコンストラクション時代に変化。ウィリアム・スタイロンは、ナット・ターナーの告白や、ソフィエの選択などの作品で歴史にアプローチした。トム・ウルフは、ベストセーラー小説、アイアム、シャーロット・シモンズなどで南部の文化遺産を扱うことがあった。マウント・バーノン生まれのマット・ボンデュランとは、禁止法時代のフランクリン軍で密造修行者についての歴史小説。 ザ・ウェティスト・カウンティー・イン・ザ・ワールドで賞賛を受けた。バージニア州は州の警官詩人を指定しており、ハリファックス軍のケディ・チェリーが2012年半ばまで務めていた。W ・ミュージック・オブ・バージニアも参照メド・パビリオン、ウルフトラップ芸能国立公園にある劇場の一つ、バージニア州は文化的な遺産に豊富であるが、芸術に大衆が使う金額では国内最下位に近く、 全国平均の半分ほどである。州政府は、バージニア美術館やバージニア科学博物館など、いくつかの施設に資金を出してはいる。その他の博物館として、国立航空宇宙博物館のスティーブン・カイ・ユドバー、ヘイジーセンターやクライスラー美術館がある。これら以外にもコロニアル・ウィリアムズバーグ、フロンティア文化博物館、さらに歴史的な戦場跡など、 国外の博物館相当のものも多い。バージニア人間性のための基金は、州の市民的、文化的、知的生活を改善するために努めている。劇場や公演会場は、都市や郊外部にある、ウルフトラップ芸能国立公園はビエナにあり、芸能を演じることを目的とした、唯一の国立公園である。ノーフォーク市のハリソンオペラハウスは、バージニア歌劇団の本拠地である。 バージニア公共楽団はハンプトンローズ地域で公演している。住民や巡回の劇団がスタントンのアメリカンシェイクスピアセンターで公演している。州の劇場に指定された。アビンドンのバーター劇場は1948年に初めて地域劇場とー賞を受賞し、アーリントンのシグナチャー劇場も2009年に受賞した。バージニア子供劇場もあり、シアター4は 国内で二番目に大きな巡回劇団である。バージニア州からは伝統的な音楽分野で賞を得たような音楽家、国際的に成功したポピュラーミュージックアーティスト、さらにはハリウッドのスターなどを多く輩出している。著名な公演会場としてはザ・バーチミア、ランドマーク劇場、ジフイ・イリーブ・ライフがある。バージニア州は九百九十七年から二千十五年初頭までの十七年間、 ニュージャージー州と共に、州歌を制定していない数少ない州であった。初代の州歌は1940年制定のキャリー名、バックツーオールドバージニーであったが、同局は歌詞に人種差別的な内容を含むという批判を受けて1997年に廃止され、オフィシャルソングへメイリタスとなった。後継の州歌には、シェナンドーなどの楽曲が候補に挙げられていたが、2015年に、 シェナンドーの戦律を転用して、新規に歌詞をつけた、アワーグレートバージニアを二代目の集歌、またスイートバージニアブリーズを、集愛称歌として制定する議案が、衆議会の承認と知事の署名を経て3月27日に発行し、17年に及ぶ、集歌の空白状態が解消された。毎年開催される、チンコティーグポニースイム。 200頭以上の野生ポニーをアサティーグ水路に追い込み、チンコティーグにあげる多くの軍が軍祭を開催している。バージニア州祭は毎年9月にメドウイベントパークで開催されている。やはり9月にはバージニアビーチでネプチューン祭が開催され、町・水際、地域アーティストを祝している。6月に開催されるノーフォーク市の港祭ではボートレースやエアショーがある。 フェアファックス群もポピュラーミュージックと伝統音楽を演奏するセレブレートフェアファックスを開催しているバージニア古祭はクラークスビルで7月の第3週週末に開かれているウルフトラップ芸能国立公園にはウルフトラップ歌劇団がありマイカにオペラフェスティバルを開催している毎年9月のベイデーではチェサピークワンとハンプトンの1610年以来400年の 歴史を祝い、アイル・オブ・ワイト軍も9月第2週に軍祭を開いている。どちらも音楽のライブなど特徴ある出し物が出ている。チンコティーグのイースタン・ショア島では、毎年7月末に野生チンコティーグポニーのポニー、スイムと競売があり、この特徴ある催しは1週間続く祝祭に発展してきた。ウィンチェスターで毎年6日間開催されるシェナンドーリン後の花祭りでは、パレードや、 ブルーグラスのコンサートがある。ガラックスで1935年に始まったオールドタイムバイオリン奏者のコンベンションは世界的にもこの種のイベントとして最古かつ最大である。バージニア映画祭とべくフランス映画祭という2つの重要な映画祭がそれぞれシャーロッツビルトリッチモンドで開催されている。ネココンはハンプトンで毎年11月に開催されるアニメコンベンションである。 USA Today 国内でも発行部数の多い新聞であり、本社はマクリーンにある2010年時点で、ニールセンメディアリサーチによれば、ハンプトンローズ地域が国内第43位、リッチモンド・ピーターズバーグ地域が第57位、ロアノー・クリンチバーグ地域が第66位のメディア市場である。北バージニア地域はさらに大きなワシントン DC メディア市場に入っている。 州内には36のテレビ放送局があり、全国ネットの放送を受けている。また州内で視聴できるのは42局ある。免許を受けている、FM ラジオ局は720以上、AM ラジオ局は約300ある。全国に流されている公共放送サービスの本社がアーリントン市にある、公共放送サービスの系列局が州全体にあり、アーリントンにある系列のウェタ TV が、 PBS ニュースアワーやワシントンウィークなどの番組を制作している。2010年時点、週内で発行部数の多い新聞は、ノーフォーク市のバージニアンパイロット、リッチモンドタイムズディスパッチ、ザ・ロアノークタイムズ、ニューポートニュース、デイリープレスなどである、ザ・ワシントン・イグザミナーやポリティコなど、ワシントン DC で配布される新聞数紙の発行元は、北バージニアにある。 183万部と国内最大の発行部数を誇る USA Today はマクリーンに本社がある。伝統的な形式のメディアに加えて、ボクサントや XO コミュニケーションズなど通信会社も州内にある。ワシントン DC 大都市圏に入る北バージニアでは、ワシントンポストがよく読まれている。詳細は W エデュケーションインバージニアを参照世界遺産のバージニア大学、 トーマス・ジェファーソン大統領が設立したアメリカ合衆国教育省の全国教育振興度評価においてバージニアの生徒はすべての教科の達成度で平均以上を残しておりバージニア州の教育体系は常に国内50州の中で上位10欠に入っているエデュケーションウィークのクオリティカウンツ2011年報告書では幼稚園から12年生までの教育で バージニア州を第4位に位置づけていた。学校の区分はすべてバージニア州教育省が定めた教育標準に沿っている必要があり、教育省は成績責任を確保するための学習の標準と呼ばれる評価認定制度を維持している。2010年、州内高校生の85%が4年間の通常家庭修了後に卒業した。2000年から2008年の間に、 学校の入学者数は5%増加し、教師の数は21%増加した。幼稚園から12年生までの公立学校は、通常、軍や市によって運営され、州は関わらない。2011年4月時点で、1267,063人の児童生徒が、132の教育学区1,873の学校に通学しており、この中には3つのチャータースクールが含まれ、 他に109のオールターナティブスクールなど特殊学校がある。一般の公立学校とは別に、知事の学校と選択的マグネットスクールがある。知事の学校は40以上の地域高校と、夏季プログラムの集積であり、才能ある生徒の教育を目指している。バージニア修士学教育委員会が州内にある、認定320校、非認定120校の私立学校を監督している。 さらに24,682人の児童生徒が家庭学習を受けている。2011年時点、州内に176のカレッジと大学がある、US ニューズワールドレポートの公立大学ランキングでは、バージニア大学が第2位、ウィリアムメアリー大学が第6位となっている、バージニアコモノウェルス大学は芸術分野の公立大学で第1位、 ジェームズ・マディソン大学は1993年以来南部の公立修士課程で第1位と認識されてきた。バージニア士官学校は国内最古の州立士官学校であり、公立教養系カレッジとしてトップランクにある。ジョージ・メイソン大学は学生数3万2千人と州内最大である。バージニア工科大学とバージニア州立大学は州のランドグラント大学である。また、 バージニア州は40のキャンパスで23の公立コミュニティカレッジを運営しており、その学生数は26万人を超えている。私立大学は129校あり、ワシントン,アンドリー大学、ランドルフカレッジ、ハンプデン・シドニーカレッジ、エモリーヘンリーカレッジ、ロアノークカレッジ、リッチモンド大学、ランドルフ・メイコンカレッジなどが著名である。 リッチモンドのバージニアコモンウェルス大学医療センターにある AD ウィリアムズクリニックと西病院バージニア州には混合された健康記録があり2011年アメリカ合衆国健康財団の健康度ランキングでは第20位となっているまた創生率10万人中7100人では第21位でもある2008年幼児死亡率1000人中6.7人では最も 低い率になった。しかし、人種や社会によって格差があり、2010年にアフリカ系アメリカ人は白人より28%創生率が高く、住民の13%は医療保険に加入していなかった。アメリカ疾病予防管理センターの2009年調査によれば、住民の26%が肥満であり、さらに35%は過体重だった。宗民の78%は、 過去3ヶ月間に少なくとも1回は運動していた。10歳から17歳人口の約30%は過体重か肥満である。州内では2020年1月にバーやレストランでの喫煙を禁じた。州民の19%が喫煙している。バージニア州第8選挙区住民は平均余命が83歳以上と国内最長である。アメリカ合衆国保健社会福祉省が登録している。 病院は89ある。ワシントン大都市圏では、最大のイノバ・フェアハックス病院、バージニア・コモンウェルス、バージニア大学健康システムに属する、バージニア大学医療センターは、US ニューズワールドレポートから内分泌学分野で高い評価を受けている。ハンプトン・ローズ地域が、地盤のサンタラ健康システムに属するサンタラ、ノーーク総合病院と、教育機関である東。 バージニア医学校が体外受精出産に初めて成功した。かかりつけ医者の配備率では人口1万人あたり127人と国内第17位になっている。2008年にアメリカ健康新宅が出した病原菌検出とワクチン及び医療用品配布などの評価指標をもとに災害準備度に関する報告では他の4週とともに満点になった。主要記事 トランスポーテーションイン、バージニア北バージニアの通勤線を走るバージニア、急行鉄道の列車バージニア州は1932年にバード道路法を制定し、州政府が州内道路の大半をコントロールすることになっており、他州が軍レベルで管理しているのとは異なっている。2011年時点でバージニア州交通省は、 総延長7105マイルの道路のうち57,867マイルを所有し運営している。これにより国内でも第3位の就航規格道路体系ができている。北、バージニアを含むワシントン大都市圏は国内でも2番目に交通事情が悪く、バージニア州の交通渋滞度と平均通勤時間26.9分は悪い方から21番目である。州内を アムトラックの旅客列車が走り、またバージニア急行鉄道はフレデリックスバーグとマナサスからワシントン DC に向かう通勤線2本を運行している。バージニア急行鉄道は1日2万人近くを運んでおり、国内でも成長度の高い通勤線である。ワシントンメトロの高速輸送システムは北バージニアのフェアファックス群で 週刊高速道路66号線に沿った町まで伸びており、その延伸計画では2013年までにタイソンズ、コーナー、2017年までにラウドン群まで伸びる予定である。貨物鉄道はノーホークサザン鉄道と CSX トランスポーテーションが運行している。通勤用バスとしてはフェアファックスコネクターとシェナンドオバレー通勤バスがある。バージニア交通省が 無料フェリーの航路をいくつか運航しており、最も有名なのが、サリー軍のジェームズ川を渡すジェームズタウン、スコットランド航路である。州内では5つの主要空港を利用できる。ワシントンダレス国際空港は、年間に300万人の乗降客を扱い、ロナルド・レーガン・ワシントン・ナショナル空港とともに、ワシントン大都市圏と、北バージニアで利用されている。ノーフォーク国際空港は、 ハンプトンローズ地域で利用され、他にリッチモンド国際空港とニューポートニューズウィリアムズバーグ国際空港がある。他にもいくつか限定的旅客便を扱う空港があり、また66の公共空港が航空需要に応じているバージニア港湾公社の主要港はハンプトンローズ地域にあり、 2007年にはバラ積み貨物17726,251、ショートとも扱って国内第6位となっていた。東海岸には NASA が所有するロケット試験場のワロップス飛行施設があり、また商業用宇宙港である中部大西洋地域宇宙基地がある。宇宙旅行は州内ビエナを本拠とするスペースアドベンチャーズが提案しているアメリカンフットボール、バスケットボール、 野球のアメリカ三大スポーツ、いずれにおいてもバージニアには、プロスポーツチームの本拠地が存在しない。そのため、アメリカンフットボールでは、ワシントンレッドスキンズまたは、ボルチモアレーベンズ、バスケットボールでは、ワシントンウィザーズ、野球は、ワシントンナショナルズまたは、ボルチモアオリオールズを応援する。マイナーリーグ、編集マイナーリーグサッカー。 研修ファレル・ウィリアムス・クリス・ブラウン政府観光文化と歴史地図と人口統計ありがとうございます。